側面線ビコンチェルトは神戸港で運航されているレストラン線。共同汽船などが出資したアーバンクルーザーの発注により佐ヌキ造船鉄工所で建造され、1993年に大阪港と神戸港を結ぶ大阪湾遊覧クルーズ船シルフィードとして就航した。百九十五年一月十七日、阪神淡路大震災の発災時、定期検査を控えた元船は、 高浜岸壁に接岸中であった。高浜岸壁は地震で大きな被害を受けたものの、本線に被害はなく、当日午後に大阪の造船所へ開港され、入居1月20日から寸断された陸路に変わる、海上迂回路として1日4往復、公開時間1時間30分の臨時運行を開始した。その後、震災の影響による観光客の激減で、 運営会社が生産され、運行休止となった元船は、ちょうど島で形成された。本船は、海外焙船される予定であったが、神戸港の復興のシンボルとして、運行を再開することとなり、パソナグループなどの出資により、新たに運行会社が設立され、1997年に、船名をコンチェルトに変更、1997年7月18日に、復活した。 以前は株式会社神戸クルーザーにより運行していたが、2020年6月1日に株式会社セベンシースクルーザーへ運行が移管された。通常はレストラン船として神戸ハーバーランドの高浜旅客ターミナルから出港した後、主に同行周辺を周遊するクルーズで運行されている。また、通常公開のほか 様々な企画プランや戦場ウェディングなども実施している。乗船場所は高浜旅客ターミナルである。ありがとうございます。